はい、皆様こんばんは、本日もやってまいりました、水曜チラ調査店の時間でございます。この番組は宜野湾シティ FM81.8MHz でお送りしておりますほかに、リッスンラジオでは PC やスマホで日本全国で聞くことができます。この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます。さて、7月も終わりになりまして、まあ、いよいよ学校では夏休みに入りました。まあ、夏休みといえばですね、まあ、子供たちには待ちに待った夏休みになるんですけども、その親御さんたちはですね、特に共働きで、ずっと子供がいる間でもですね、まあ、留守にしているっていう人たちにとっては、まあ、非常に子供たちにどう留守番を任せようかですね、まあ、悩ましいところではないかなというふうに思います。まあ、沖縄の夏休み、かつては8月の31日まで夏休みだったんですけども、近年からですね、夏休み期間が縮小されまして、大体もう8月25日ぐらいまでですね、まあ、1ヶ月間の夏休みという形になっているようです。まあ、私が生まれ育った北海道ではですね、まあ、夏休みはそれより短くて、大体夏休みが終わるのは、まあ、本州でいうお盆の時期が過ぎた8月の17日か18日ぐらいまでがですね、まあ、夏休みとなっておりました。まあ、その分ですね、まあ、本州地域よりは夏休みは短くなっていたんですが、冬休みが長くなっていたというのが特徴でございます。さて、私は学生時代の夏休みの思い出といったらですね、海に行ったりとか遊びに行ったりとか、そういった思い出よりも実は中学校3年生の時のですね、まあ、夏休みが結構記憶に残っております。と言いますのも、まあ、中学校3年生の夏休み、平成6年の夏休みだったんですけども、まあ、その年がもう全国的な猛暑で、まあ、私が住んでいた北海道もその例に漏れずですね、ものすごい暑い年となりました。まあ、私が住んでいた北海道の岩見沢市ではですね、最高気温が34.7 度を記録しまして、まあ、これはですね、まあ、歴代最高の気温となっております。まあ、その記録というのはですね、今になってもね、破られておりません。まあ、そんな中でですね、まあ、中学校3年生の夏休みともなれば、もう高校受験に入っております。まあ、部活も引退して高校受験に入りますので、まあ、どっかに、まあ、その時の夏休みは3泊4日で旅行には行ったんですけども、まあ、それ以外の日は、まあ、受験勉強をしていたという記憶がございます。まあ、受験勉強したと言ってもですね、実は私の勉強部屋なんですけども、クーラーもなければ扇風機もない、そういった勉強部屋でした。まあ、クーラーはなかったんですけども、まあ、扇風機は今にあったんですが、今は別の家族が使っていたということでですね、まあ、昼間勉強するときには、まあ、窓を開けて、それで暑さをしのぎながらですね、まあ、勉強していたという記憶がございます。まあ、今になって考えればですね、まあ、クーラーも扇風機もない部屋でよく勉強していたなというふうに思い出すんですけども、まあ、たまに、まあ、家族が全員、私以外留守の時はですね、まあ、今の扇風機が使えるようになりますので、まあ、今の扇風機の前で受験勉強していたという、そういった懐かしい記憶がございます。まあ、今日お書きするのはですね、その受験勉強の間、まあ、息抜きの時に聴いていた曲をお聞きしてもらいたいなというふうに思います。ミスター・チルドレンのナンバーからお送りいたします。イノセントワールド。はい、冒頭でですね、学校の夏休みのことをお話ししましたけども、沖縄ではですね、夏休みの間、特に沖縄県内では共働きの家庭が多いということで、まあ、子どもたちが夏休みに入りますと、その子どもたちの面倒をですね、まあ、仕事に行っている間、おばあちゃん、おじいちゃんに見てもらうっていうのがですね、まあ、大半だと思うんですけども、そのおじいちゃん、おばあちゃんがですね、まあ、体調不良とかでどうしても子どもの面倒が見きれないっていう時にはですね、よく使われるのが子ども食堂というところがございます。まあ、子ども食堂というのはですね、内地でいう児童館にちょっと似ておりまして、子どもたちがですね、そこに集って、まあ、夕食をとったり、そこで集った子ども同士で遊ぶという場をですね、まあ、子ども食堂という形で提供しております。まあ、だいたい民間団体がやっているところが多いんですけども、実は、まあ、子ども食堂を使うときにはですね、本当に要注意しなければならないということがあります。と言いますのも、実はこの子ども食堂を経営している経営者の中にですね、もうとんでもない人がおりまして、実は、まあ、この子ども食堂の経営よりも、半基地活動の方に力を入れているっていう方がいらっしゃいます。宜野湾市在住のですね、まあ、活動家の X さんなんですけれども、その X さんが経営している子ども食堂がですね、まあ、この宜野湾市内にあります。
で、その活動家の X さんはですね、まあ、朝になりますと、平日の朝になりますと、普天間基地の野岳ゲート前に、集まりまして、まあ、そこで、反基地活動を繰り広げております。まあ、反基地運動と言いましても、まあ、そこの、通る、米兵の車に対してですね、もう罵声を浴びせたり、ヤンキーゴーホームというですね、罵声を浴びせて、車の通行を妨害するといった、まあ、そういった、活動を続けております。で、その朝の活動が終わりますと、今度は場所を辺野古に移しまして、辺野古でも同様にですね、まあ、反基地活動を行っておりまして、まあ、辺野古ですとキャンプシュアブに出入りする、まあ、米兵の車両、もしくは、辺野古の工事に携わります、まあ、工事業者の車両をですね、車両の通行を妨害したりですとか、まあ、あと罵声を浴びせるっていうようなことも行っております。で、この活動家の X さんですね、約2ヶ月ぐらい前なんですけども、辺野古で逮捕されております。辺野古、キャンプシュアブ前ではですね、そういった活動家の妨害行為をですね、まあ、抑止するという意味で、まあ、機動隊員が警備に当たってるんですけども、その機動隊員に暴行を加えて、こちらの暴行を加えたということでですね、公務執行妨害で逮捕されております。そういった方がですね、まあ、子ども食堂を経営しているわけですから、まあ、それだけでもこの方が経営する子ども食堂が、まあ、ある意味香ばしいなというのは予想がつくと思うんですけども、まあ、実はこの子ども食堂のフェイスブックを見てみますと、子どもたちの活動を、子どもたちの面倒を見た時のですね、まあ、そういった活動報告よりも、辺野古での反基地運動、それから普天間基地前での反基地運動のですね、まあ、活動に関する報告の方が圧倒的多く載せられております。ですので、子供食堂に子供を預けようと考えの親御さんがいましたらですね、ぜひその子供食堂が Facebook とかの SNS 上でですね、まあ、どういった情報を発信しているのか、それを注意深く見た方がいいと思います。そうすることによって、まあ、反基地活動家が運営している子ども食堂からですね、我が身を守るということになるかと思います。それと、子どもをですね、まあ、おじいさんおばあさんに預けた時にもですね、まあ、決して油断はできないというふうに思います。まあ、おじいさんおばあさんの中にはですね、まあ、インターネットが使えなくて、そういったSNS を見られないっていう方も、まあ、少なからずいらっしゃいますので、こういった場合でもですね、まあ、子供たちをおじいさんおばあさんに預けた場合でもですね、まあ、夕方仕事から帰りましたですね、まあ、その日の出来事を子供同士で子供と話し合うってですね、まあ、どういったことを自分の留守中にやっていたのかをですね、まあ、子供と情報共有する。まあ、そのようにして、もし、こういったですね、まあ、反基地運動家が経営する子供食堂に行っていたらですね、まあ、そこには行かせないようにするという、そういったことをですね、まあ、していただければなというふうに思います。で、この、まあ、活動家の X さんもですね、まあ、個人の Facebook を開設しておりまして、まあ、こちら、まあ、情報はですね、全部ではないんですけども、Facebook にアカウントがない人でも見られるようにですね、まあ、全公開にしている記事もあります。その記事の中にあったのを紹介いたします。フェンスに吹く風、集まれ辺野古。8月6日から8月10日、集中行動。各班ごとに阻止線を張る行動計画を提起します。10ポイント×20人、計200人。シュアブ工事用ゲート200人。会場、辺野古ドリーム、辺野古グルー、プカプカ隊100人。レポ、見張り監視員50人。撮影隊50人。パフォーマー50人。送迎者20人。連日600人集めましょうというふうに呼びかけております。これは何かと言いますと、実は来たる8月6日から10日まで、キャンプシュアブ、名護市辺野古にあるキャンプシュアブ前で、またしてもですね、迷惑活動を行う計画になっているんですけども、それに対する告知を行っております。まあ、このようにしてですね、もう多くの人たちに集まってもらって、まあ、辺野古のキャンプシュアブゲート前でですね、米軍に対する罵声を浴びせたり、あと工事車両のですね、通行を妨害するといったですね、まあ、そういったことを呼びかけております。そして次に書いてあることがすごいです。私の Facebook は当局、警察公安も見ています。リアクションコメントを入れるとチェックされます。確実に止めるというふうに書かれております。まあ、公安の監視対象になっているということをですね、まあ、自覚しているようなんですけども、本当にそういった自覚があればですね、まあ、こういった迷惑行動は、身を引くべきだと思います。そして、自らが経営する、まあ、子ども食堂に来る子どもの
ためにもですね、もっともっと子供の面倒に力を入れて、まあ、こういった反基地活動をしてですね、まあ、子供たちの示しのつかないようなことをですね、まあ、一刻も早くやめていただきたいなというふうに思います。それと、こちら、ちょっと話は変わってしまうんですけれども、去る7月20日付の八重山日報沖縄本島版には、まあ、こういった記事が掲載されておりました。見出しが、2団体が出馬要請、しどまし、決意の日迎えたいということですね。これは名護市長選挙、来たる10月に行われます名護市長選挙の記事になります。その記事の一部を紹介いたします。任期満了に伴う10月21日投開票の名護市長選で、名護市女性の翼の会や名護市女性ネットワーク 会議等が集まり、結成された名護市長、白間美希子の出馬要請する女性の会と平和運動を行うワンカラ市民の会は19日、現市長の白間美希子氏にそれぞれ出馬要請した。白間氏は皆さんのパワーを自分の中に落とし込み、決意の日を迎えたい。重く受け止めて熟慮し、体制と体調をしっかり作らなければならない。と訴えた。というふうに記事が出ております。実は、先ほど紹介したこの活動家の X さんなんですけども、このシルマー氏にですね、出馬要請した、まあ、団体にも深く携わっております。で、こちらの団体なんですけども、二つ団体がありまして、そのうちの一つなんですけども、この一つのですね、まあ、市民の会につきましては、まあ、こちらもFacebook ページは解説してるんですけども、この Facebook ページにですね、まあ、実は、本当に許せない、掲載がございました。まあ、こちらにつきましてはですね、まあ、どういった記事かと言いますと、辺野古ではですね、辺野古のゲート前に機動隊がですね、まあ、警備に当たっているだけではなくて、まあ、辺野古では会場の埋め立て工事が行われております。その埋め立て工事をですね、まあ、活動家の妨害から守るためにですね、まあ、海上保安庁が警備に当たっているんですけども、その会場でですね、警備に当たる海上保安庁をにですね、まあ、抗議の電話をしようと、まあ、この会は Facebook 上で呼びかけておりました。その呼びかけがどういったものかと言いますと、もう一つのワンコール抗議作戦というものでございます。こちらは、非通知で電話かけることを呼びかけておりまして、まあ、どういった電話をかけるよう呼びかけているかと言いますと、一つ目が、辺野古に新基地を作らせないでください。あるいは、作るな、と言っただけで、それでガチャ切りする。で、二つ目が、ジュゴンを殺さないでください。あるいは殺すな。そこでガチャ切り。三つ目が、サンゴを殺さないでください。もしくは殺すな。でガチャ切り。四番、命の海を壊さないでください。あるいは壊すな。と言っただけでガチャ切り。というふうにですね。まあ、これ14つ項目あるんですけども、そのうちの4つの項目を紹介しただけでもですね、まあ、この市民の会が呼びかけていることがいかにひどいかということがよくわかるかと思います。一方的に、まあ、こちらの意見を言っただけで、もうガチャ切りする。これは、いたずら電話に他なりません。で、このいたずら電話というのは、言うまでもなく犯罪行為でございますので、まあ、この市民の会はですね、犯罪行為をするよう、一般市民の人たちに呼びかけている。SN 上で、犯罪行為をするよう、一般の市民の人たちに呼びかけている。こういったことをですね、平気でやっている団体なんです。そういった平気でですね、犯罪行為を呼びかける団体をやっている団体が、まあ、支援している白間市長がですね、まあ、今度、那覇市長選挙に立候補して、まあ、再選されればどういったことが起きるかと言いますと、まあ、これは火を見るよりも明らかだと思います。もう何が何でも、基地反対。それ以外のことは、まあ、2の次、3の次ということですね、もう県民の、まあ、県民、那覇市民のですね、所得の向上ですとか、あるいは、福祉の向上はですね、置き去りにして、まあ、反基地活動に、まあ、移そうのかす。まあ、そういったことをすることにですね、なることが、本当目に見えております。で、この白間さんがですね、まあ、那覇市長になったのは、まあ、皆様ご存知の通り、2014年、平成26年の11月からなんですけども、まあ、この4年間の那覇姿勢を見ますと、まあ、白間姿勢を見ますと、大きな失政はないように見えるんですね。ところが、この白間姿勢につきましては、いくつか、本当に不可解なことが起こっております。その一つの例として、平成28年に、この白間市長の議会での発言が、まあ、議事録から削除され、その経緯が未だに不明になっているっていう点です。これは、沖縄タイムスが、主に報じていたんですけども、まあ、これについてはですね、まだ、詳しいことはよくわかっておりません。
で、この議事録から削除された市長の発言につきましてはですね、埋蔵文化財の調査報告書未刊行問題をめぐる発言になっております。その発言の簡単な内容を申し上げますと、この埋蔵文化財の調査報告書の未刊行については、獅子身中の虫だというふうに例えたんですね。ちょっとこれを聞いただけではですね、よくわかりませんし、私もいろいろちょっと情報を探ってみたんですけども、これ以上の情報は入手できませんでした。なので、なぜ、この、城間市長がですね、未刊行問題、埋蔵文化財調査報告書のですね、未刊行問題について、獅子身中の虫なんていうふうに言ったかがですね、本当によくわからない状態になっております。それと、なぜこの発言がですね、議事録から削除されたのか、それについてもですね、城間市長一切説明しておりませんので、これも未だに謎になっております。こういったですね、不可解なことをやるっていうことは、私、ちょっと行政の長として、一市町村ですね、長としてはいかがなものかなというふうに思います。城間市長をですね、支援する団体、いわゆるあっち系の人たち、革新系と言われる人たちはですね、何かにつけ与党に対してはですね、自民党ですとか公明党に対しては、説明責任がどうちゃらこうちゃら、情報開示がどうちゃらこうちゃらというふうに言うんですけども、彼らがですね、城間市長のような、いわゆる自称オール沖縄、あっち系の人たちに対してはですね、情報公開を求めたりですとか、あるいは説明責任を追及するということは一切しておりません。それだけにですね、もう謎が謎を呼んでいるっていうだけに、今回、また城間市長がですね、那覇市長に再選されますと、同じような問題が起きかねないなというふうに思っております。やはり、行政の長につきましてはですね、きちんと市民、有権者に対して、情報公開をする、己が進めている姿勢、あるいは政策について分かりやすく説明する。これぐらいはできないと本当に困ります。そうしてもらわないと、私たちは、どうやって、日々生活していいのかが分からなくなりますし、政治に対して、ますます無関心の方がですね、増えていく一方になってしまいます。本当にですね、こういったふうに、彼ら、基地反対派がですね、支援する政治家っていうのは、本当に信用できないなっていうのが私の率直な感想でございます。ぜひ、10月に行われる那覇市長選挙、宜野湾市はですね、9月には、市議会議員選挙が行われるんですけども、那覇市といえばですね、宜野湾市の2つ隣の市になりますので、宜野湾市も決してこれはですね、全く無関係ではないなというふうに思います。なので、那覇市長選挙につきましてはですね、今後も注意深く見ていきたいなというふうに思っております。さて、本日もですね、もうあっという間に時間が経ってしまいました。もう残り1分を切ってしまっているんですけども、本当に毎回喋り足りないなということが多くあります。その喋り足りなかった分につきましてはですね、来週以降にでもまた改めて紹介したいなというふうに思います。もう来週からはですね、もういよいよ8月に入りまして、もう暑さもますます本格的になってくるかなというふうに思います。全国的な猛暑の傾向はですね、あまり長続きしないでほしいなというふうに願っているんですけども、暑い時こそですね、体調管理を万全にして、皆様、良い夏をお過ごしください。それでは、来週も夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。